どうもチャーミングチャーハンチャンネルのチャーミングチャーハンの川原です。本日は皆様に伝えなければいけないことがあります。関係者の皆様、視聴者の皆様、誠に申し訳ございませんでした。今回の謝罪の理由として謝りたいのが、動画をチャーミングチャーハンチャンネルを3日間更新できなかったということです。たくさまの視聴者様に支えられているにもかかわらず、チャンネル登録者数が47人を突破したことで満身になっていたことが原因と考えられます。こんな時に自分が YouTube を続けていいのかとても不安なる時がありました。実際活動休止しようと思いました。でも何のために僕が YouTube を始めたのかというと、やっぱ応援してくれる皆様のおかげなんです。そして偉大な先輩方に近づきたい、その一言だけなんです。ヒカキンさん、いつも見てます。いや、見てます。セイキンさん、いつも見てます。スズル TV さん、いつも見てます。水溜りボンドさん、いつも見てます。いつも見てるだけでいいのか分かんないんです、自分だって。泣いて解決すると思ってません。ただコメントください。自分がこのまま YouTube 活動を続けているなら、皆さんのコメントください。お願いします。